こんにちは。違う。てな感じでね。今回も僕の動画を見ていただいて、どうもありがとうございます。今回はですね、昔々やった僕の自転車旅の様子を見てもらおうかなと思っております。説明をしているところでございます。世田谷区という文字が僕には世界という字に見えたんですね。つまりここを旅のスタート地点にしようと決めたのでございました。のの字というのはね、こんな風に旅をすればのの字になるっていうことなんですよ。まず、スタート地点の世田谷区をこの日は旅をしてみました。注意してくださいね。こんな風に旅をしますよ。僕の自転車です。この時乗っていたものです。環状7号線、いい感じのお地蔵さん、世田谷風の神社、お寺かな、井の頭線ですね。哀愁漂っております。いろんな色の電車が走っていて魅力的だなぁと思いました。昔々ね、違う路線もね、今のところを通る予定だったそうです。この辺は住宅街ですね。こんなところにも神社がありました。そしてこれは京王線ですね。朝はですね、ラッシュ時はですね、どんどん電車が来て、踏切は一切開かない状況が続きます。ちょっといただけなのに、どんどんと違う電車がやってきます。新宿方面の電車は満員電車でしたね。そしてこちらは世田谷線でございます。昔のドラマ、はぐれ刑事純情派などでね、よく出てくる電車でございます。下高井戸の様子でございます。話を聞くとですね、地元の人はですね、世田谷線のことをね、玉電なんて呼ぶんですね。玉電っていうのは昔田園都市線がまだ開通してない時にですね、渋谷駅から出発して246条路面電車で走っていて、そして三軒茶屋で分岐して二子玉川方面とこの下高井戸方面に通じる電車のことを玉電と呼んでいたんですね。本当は世田谷線の方は世田谷線なんですけども、世田谷線の部分も玉電と呼ぶ人が当時昔はいたそうです。下高井戸の隣の松原っていう駅もですね、昔から住んでる人は玉電松原なんて呼ぶ人もいるという話を僕は聞きました。なんだなって。
ことを漏らされてたという。
きますので今回もこの続きを見ていきましょう。こんな風にですね、旅がしたくてもお金がない時は妄想の旅に出かけましょう。そして新しい街もできていきます。昔々の船の時代、だんだんと人間の行動範囲が船によって広がっていく様子でございます。はい、今回も僕が書いた昔のブログを客観視してみましょう。詳しく見たい人はここを見てください。ここに写っているのが僕自身でございます。輝いておりますね。相変わらず変なことをばっかり書いているブログでした。というわけで、今回も動画を見ていただいてありがとうございます。登録の方お願いいたします。